じゃあそこもどうぞ。どうもこちら高橋です。斬新の言葉の意味についてお話したいと思います。これ初めての人がね、斬新って何のためにやるんやっていうことをね、理解していないとですね、実は弓道の八節動作っていうのはどういう状態が正しい動作なのかって僕本当わかんないと思うんで、この内容を聞いて、斬新の言葉の本当の意味っていうのを理解していただければと思います。巷の弓道ではですね、斬新という動作は、まずこの斬新っていうのは、まず斜方っていうのは八節ではなくて七道って言われているものでございます。だから昔斬新という単語はないんですね。足踏みから離れまでの7つまでで斜方の方っていうのは出来上がってます。そこに中国の社学小集っていう本があって、社学小集の方に中っていう内容があって、離れた後でも飛んだ場所に目を持ってそこに意識をすごく注ぎ込む動作のことを中っていうふうに名付けて、この中っていう動作が、今日の弓道の斬新になるわけです。つまり 7つの動作プラス最後の1つの中っていう動作が加わって8節、8つの動作になっていると、いうことになっております。で、この内容を理解するとですね、わかるんですけども、巷の弓道では斬新っていうのは何でやるのかっていったら、終わった後に余韻を残すとか、なんかこう離れた後に余韻を残すとかって言われるんですけど、それはもう全く違くて、斬新の本当の理由っていうのは、本当の理由というか、その斬新の意味っていうのは、意味を調べれば分かるんですけど、あれは残る心とか残る身体とかって書くんですけど、あれは何の心を残すかって言ったら、常に周りに気を配る心を残すって意味なんです。で、常に周りの気を配る心を残すっていうのは、どういう意味なのかって言ったら、常に外側に意識が行く、常に外側に気持ちが張り巡らされる、常に気持ちが外側にパッと意識を向ければ向けられるようになる身体や心持ちを最後までキープ残しておきなさいっていう意味が残る心なんで、これがどこまで、どこから残り始めて、どこまで残らないといけないのかっていうのは、これ書いてあってですね、それは弓道教本の引用元となった社学小集という文章に書いてあって、社学小集という文章は弓を構えて、弓をこうさあ開くぞっていう時に自分の姿勢、腰の位置であったりとか肩の位置であったり整えます。胸の筋肉を横に広げる、お腹の筋肉を柔らかくしておく、で足の筋肉は静かにこう下ろしておくっていう構えを作ると、肩から下はですね、こうストンって落ちるわけですね。で、この肩から下がストンって落ちることによって、何かこう物を見たとき、大体、4秒から3秒ぐらいで眼球って動き始めて、焦点が合わなくなってくるんですね。これ眼球浸透って言われるんですけど、その胸の筋肉を広げて腰の位置を落として足の位置を下ろしてあげると、非常に頭部の位置が安定するので、狙っている、ここを狙うぞっていう目の位置がずれにくくなるんです。これを社学小集で精妙に物事を観察する動作のことをつまびらかにするっていう意味で真っていう内容が書かれてある。つまり弓を引き始めの時に、弓道というところで湯構えです。湯構えの時にこうじっとこう的を見てですね、そう見ているところが集中が途切れないように見れる構えを作ります。で、離れた後もそれがずっと続くんですよ。つまり離れたこの後の動作も胸の筋肉を広げて、お腹柔らかくして足を閉じて、目の位置っていうのが変わらないような構えを作っておくと、おのずと離れた後も飛んだ後にどこに矢が飛んだのかっていう外側に意識が常に張り巡らせることができる構えがキープできるわけですよ。だから斬新の斬っていうのはどういう意味かっていうと、湯構えの時に的を、姿勢を作って集中して物を見れる状況を作った状態を作って、それが最後まで残る。じゃあ何の心が残るかっていうと、この姿勢を整えて常に的をこう外側のに意識がこういうふうにいってる状態であったとして、常にその意識が外側の状態に残り続けることができる、こういうのを斬新というわけですね。で、この斬新というのはですね、実は他の武術や武道とかでも同じように使われます。例えば居合とか、居合もですね、最初の構えというのは胸の筋肉を広げて円山の根付けとかって言われてですね、相手を遠くに眺めるような感じで構えます。
でいつ相手が飛んでくるかっていうのを察知するわけじゃないですか。あれなんかまさに最初の構えができていて外側に気を配り続けられる状況を作っておく、斬新をその相手を切り刻む前に斬新を作っておかないとその斬新をキープできないわけですよ。でバシッとこう切った後に胸の筋肉を開いてあの斬新の構えを作るわけです。でこれはテコンドーも同じです。テコンドーも終わった後にこういう風に構え作るんですけどそれも斬新で空手にもあります。で弓道で斬新ってちなみに茶道でも茶道は裏千家と表千家って2つあってですね、裏千家の茶道ではもしかしたらないかもしれませんがちょっと武家とか従来の茶道のオールドな、流派とはちょっと違う茶道では実は斬新という言葉は残っております。で、まあ、弓道の場合でもですね分かりやすくこの斬新の概念、その斬新がなんかこう離れた後にその余韻を感じるとかでわけわからない言葉ではなくて常にもう構える前から外に気が張り巡らされている状態だからこう力が入っていると気持ちは内に向いてしまうわけですよ。でいろんな悩みとかを抱え込んでいたら、その自分の頭の中に考えていることってぐちゃぐちゃしちゃうしだ外に意識がいかないんです。で力も入っちゃう。それを全身の筋肉をこう伸ばして頭の筋肉もリラックスして見てるところにだけ最大限意識が注がれている状態、この状態は実は弓道でも同じように使われる分野があって、まあ、例えば小笠原流とかもそうなんですね。小笠原流っていうのは、もっぱら作法方式をもとにするっていう流派のもとで、今日まで発展している小笠原なんですけど、礼法をやるときにですね、こういうふうに形を整えて外に歩いていくと。でその重々しい動作であったりとかゆっくりとした動作ってなんであんなゆっくりとした動作になるのと言ったらですね、人が自然にですね外側に意識を持って自分の内側を空っぽにした状態で歩いていったらおのずとゆったりとした動作になるはずなんですね。どうしてゆったりとした動作になるって言い切れるかというと、ゆったりとした力が抜けてゆったりした状態になったら呼吸もゆったりになるからなんです。で人間は呼吸がゆったりしているのに動きだけめちゃめちゃ速いってできないんですよ。呼吸と体っていうのを共用するんですよ。まあ、これ小気体、色気体って言うんですけど、小気体で呼吸がしっかりできている状態っていうのは同じ動作もゆったりとしていくと。で逆に色気体になるとですね呼吸がこう止まってしまうわけです。で呼吸が止まると動作するときって力が入ってしまうのでまるで生きたような動かし方じゃなくなってしまうわけですね。外にも意識いってないしただ力入れてるだけだし力も消耗するし、だけど外で自然と一体化することによって生きてくる動作っていうのはまさに自然な動作になっている、自然のように生きていくという状態になるわけですね。斬新というのはまあ形とかいろんななんていうんですか、そういう、こういう形になった方がいいとかどうたらことがありますけど、実はそういうのは表面の話で本質的なところはそういう常に集中力が続いている状態が、その一番最初に構えた時にその集中されている状態が最後まで残っているか、つまり心が残っているかの斬新が本質なんですね。弓道の価値観を変えるチャンスはあなたにあります。次はあなたの番です。人は何歳でも強い夢を開くことができます。